プレミアリーグの強豪リバプールに所属していた南野拓実、カタールワールドカップで10番を背負ったものの、10番としては物足りない活躍で終わりました。現在所属するフランスリーグワンのエースモナコでも3月13日時点でスタメン落ちしており、20試合1得点という期待外れの結果に終わっています。そこで今回は南野拓実はなぜ強豪リバプールに入れたのかについて紹介します。日本人選手のリバプール加入には当時驚いた方も多いのではないでしょうか。ぜひ一緒になって振り返ってみましょう。2022年の6月に強豪リバプールから4年契約でフランスのリーグワンエースモナコに完全移籍を果たした南野。開幕直後から不振で、ここまでわずか1ゴール。カタールワールドカップによる中断明け初戦となった2022年末、オセール戦で先発して汚名返上を期待されたものの、前半のみで屈辱の交代。続く1日のブレスト戦ではついに出番がありませんでした。カタールワールドカップに向けて出場機会を得るためにモナコへ移籍しましたが、出場機会はむしろ減少。逆にリバプールでは怪我人が続出していたこともあり、出場機会はかなり与えられた可能性は大きく、残留した方が良かったのではといった声も上がっていました。ワールドカップ後も出場機会が少なく、復調の兆しが見えていないですね。エース級の補強として期待された南野はモナコではレギュラーポジションを失っており、フランスメディアルコティディアンデュースポーツは南野を今シーズンの新戦力の失敗ランキング第1位に選出。リバプールから1800万ユーロでやってきた日本人はモナコの試合を活性化するはずだった。ここまでの6試合でプレーしたが、67分以上ピッチで過ごすことができていないと厳しい現状を指摘。さらに南野のフィジカル面の弱さを指摘した上で、私たちにはなぜ彼がプレミアリーグで活躍できなかったかを理解することができる。彼が出場した試合は2分け3敗で1勝しかできていないと酷評しています。そんな不調の南野が所属するエースモナコはフランスリーグアンの強豪であることもあり、現在4位につけています。ビッグクラブ移籍を狙う若い才能がひしめくチームで、激しいポジション争いに負けてしまった形ですね。フランスリーグワンは1対1のフィジカル重視のサッカーで、前線のアタッカーは1人で突破できるタイプが求められます。過去を振り返ってみると、ドリブラーの松井大輔氏がフランスリーグワンで148試合17得点と活躍。また日本代表でスタッドランスで好調を維持している伊東純也も移籍後難なく適応しています。ドリブラーではなく自分一人で何かをするよりも周囲との連携で生きるタイプの南野にとっては、フランスは合っていないリーグだったと言えるかもしれません。現在の南野のプレーを見ると、強豪リバプールが南野を獲得したことに疑問を持つ方も多いかもしれません。しかし当時の南野はリバプールにとって3つの理由で魅力的でした。リバプール移籍前、南野は世界トップレベルとは言えないオーストリアリーグのザルツブルグに所属。2015年1月にセレッソ大阪からザルツブルグに移籍すると、2シーズン連続で2桁得点を記録していました。継続的に活躍してきたことから、ステップアップ移籍が常に噂になっていた選手でしたが、結局は納得のいくオファーが届かずに残留。希望通りのオファーが来た時に移籍しやすいように移籍金を安く設定していました。そんな時にオファーを出したのが強豪リバプール。リバプールが支払った契約解除金725万ポンドという金額は、イギリスのスポーツ新聞によると、ただ同然と表現されるほど安い金額だったとのことです。さらに日本代表の中心選手の南野を獲得することで、アジアでのマーケティングでもプラスに働くという思惑も働いたのかもしれませんね。ただしリバプールの経営規模からすると、南野がもたらす価値はそこまで大きくないので、実力でビッグクラブへの移籍を勝ち取ったと言って間違いないでしょう。南野は2021-2022シーズン欧州チャンピオンズリーグでリバプール FC と対戦。2試合に出場して1ゴール1アシストを決めるなど、リバプール相手にかなり好印象な活躍を残しています。すでにリバプール FC の獲得リストに載っていたと言われている南野の活躍に A 氏は、リバプール FC のキャプテンのジョーダン・ヘンダーソンと世界最強ディフェンダーのファンダイクが獲得を進言したと報道。この試合の前からリバプールの獲得リストに載っているという報道がありましたが、実際にプレーで見せつけたのは大きな決め手となったでしょう。実際この試合での南野は無双状態。守備でリバプールのディフェンスラインにプレッシャーをかけ続け、マイボールとなったらペナルティーエリアに侵入。56分には華麗なボレーシュートで得点を決め、60分には裏抜きからのグラウンダーのクロスでアシストを記録しました。直接ここまでの活躍を見せつけられたリバプールは南野を認めるしかなかったようですね。皆さんご存知の通り、ユルゲン・クロップ監督はリバプールの前にはドルトムントの監督を務め、ドルトムントのブンデスリーガ連覇を果たして世界的名将としての地位を確立していきました。クロップ監督時代、ドルトムントで大活躍したのが香川真司。香川の前例もあり、クロップ監督のハイプレスやショートカウンターには勤勉で運動量豊富な日本人選手はハマりやすいと考えたのでしょう。
兵士デイリーメールによれば、クロップ監督も獲得を熱望していると報道されていました。実際当時の南野はオーストリアリーグの名門ザルツブルグで136試合42ゴール29アシストと攻撃の軸として活躍、欧州チャンピオンズリーグでも活躍していたため、ステップアップ移籍は確実視されていたことからも、リバプール移籍にはそれほど疑問がなかったようにも思えます。とこのように3つの理由でリバプールが南野の獲得に動き、完全移籍を果たしました。南野は2020年1月から2022年7月までリバプールに所属。半年間同じプレミアリーグのサウサンプトンにレンタル移籍した期間を除くと、2年間リバプールでプレーして55試合に出場し、14ゴール3アシストを記録しています。決して数字だけ見ると悪くない結果を残しています。実際に南野の退団決定時、クロップ監督は、滝は素晴らしいプロフェッショナルでスーパーな才能の持ち主、リバプールでうまくいかなかったという人がいるかもしれないが、それは間違っている。彼のパフォーマンスとゴールがあったからこそ、我々は勝利を重ねることができた、と賛辞を送っています。実際にプレー時間が少ないにもかかわらず、数字だけ見るとしっかり結果を残していることからも、クロップ監督のコメントと一致していますね。英国球誌サンデータイムズでサッカー部門の主筆を務める重鎮記者ジョナサン・ノースクロフト記者は、リバプールでの南野を次のようにコメント。南野は大活躍をしたわけではないが、自身の役割をきっちりこなした。優勝した FA カップとリーグカップではチーム得点王に輝いた。南野が先発した試合は下位チームとの対戦が多かったが、自身のゴールでチームを優勝に導いた功績は大きい、と重鎮もまた南野を評価しています。続けて、出番が少なくても決して諦めない、それゆえ日本代表フォワードはチーム内で人気があった、クロップ監督も人間性を高く評価していた、と南野の選手としての姿勢を称えました。これはカタールワールドカップでの日本代表でも同じく、サブ組としても腐らずに準備していましたね。しかしリバプールでなぜ活躍できなかったかという問いには厳しい答えが、ゴール周辺で敵をワンタッチでかわし、高いシュート精度でゴールを奪う能力は非常に高い、ただプレーの幅が狭いように思う、1対1の場面でのドリブルやスピードでマーカーを抜き去ることがほとんどなかった、と南野がリバプールで期待を超えられなかった理由を解説。現在のモナコと日本代表で抱える問題と共通しているので、南野匠という選手を端的に表現した言葉ですね。リバプールが10億円で獲得し、サブ組ながらチーム内での役割を全うすることで、リバプールファンの心を掴んできた南野。そんな南野を18億円で売却できたわけですから、リバプールにとってはいい買い物だったと言えるでしょう。またリバプールは南野をセレッソ大阪時代からスカウティングしていたという噂もあり、安く買ってそこそこ活躍させ高く売却したのは、リバプールのフロントを褒めるしかありません。またリバプールの当時の3トップはマネ、フェルミーノ、サラーで世界最高峰の3人ですから、もともと南野は控えの位置づけでの獲得だったということですね。そのような背景を踏まえても、個人的には南野のリバプールでの挑戦は失敗ではないと思います。森保ジャパン発足時にはトップ下で輝いていた南野が、カタールワールドカップではサブ組に回った理由については、本人のパフォーマンスの低下だけではなく、チーム事情も大きかったようです。リバプールでコンディションを落とした時に、なぜ自分を外さないのかと南野本人が森保監督に聞いたところ、ビッグクラブに挑戦した選手が試合に出られなくなって代表から外すと、他の選手が挑戦しにくくなるという答えが返ってきたという話があります。本人がビッグクラブに行くことだけではなく、ビッグクラブに行く日本人選手が増えることが日本サッカー全体にとってプラスだと考えているのでしょう。その点でビッグクラブへの道を切り開いた南野は間違いなく偉大。代表でも一時期はリバプール仕込みの攻守の切り替えやプレス強度など、他の選手とは群を抜いており、世界トップレベルの基準を代表で見せつけていました。しかし同じリオオリンピック世代で世代別代表からコンビネーションを確立していた中島翔也は怪我で代表からフェードアウト、相性抜群だった大迫勇也はワールドカップ本大会では戦外となりました。南野お得意のペナルティーエリア内に侵入する時間を作ってくれた2人がいなくなったことは、南野の序列を落とした要因となってしまいました。新たに時間を作ることができる三笘薫との併用を指揮官は模索、ドイツ戦はこの2人の連携から得点を奪いました。今後三笘が軸になるであろう第二次森保体制でも、相性がいい南野が活躍する可能性は十分あるのではないでしょうか。本大会では期待された活躍はできなくても、森保ジャパン最多タイとなる17得点を記録した南野の4年間の日本代表への貢献は計り知れないですね。特にウルグアイ代表との試合でのターンからのシュートは印象的でした。カタールワールドカップでクロアチア戦後に森保監督は、 PK を一番で蹴ってくれてありがとう、この大会で大変な役割になったけど嫌な顔一つせずチームを支えてくれてありがとうと声をかけて、南野は止まらない涙とともに、 PK 外してすみませんとしか答えられなかったとのことです。ワールドカップで残した悔しさは今後のプレーで返していってほしいですね。個人的にはもう一度復活して活躍したプレーを見せてくれると信じています。いかがだったでしょうか。4年後31歳になる南野は、若手の台頭を考えると今後の代表選出は厳しいかもしれません。
しかしまだまだ28歳ということで PK を外したことについてあれこれ言ってくる人にはうっさいんじゃボケと言い返すくらいの威勢の良さを取り戻し、クラブで活躍した姿を見せてほしいですね。海外でペースを崩した選手が J リーグで調子を取り戻すことも多いので、南野も J リーグで本来のプレースタイルを思い出しながら日本のサッカーを盛り上げてほしいと個人的には思います。それではまた。